まあ家の断熱性って結構分かりづらいですよね。何がいいかとか。まあ結構その数値に詳しい方はいいんですが、まあイメージで分かりやすくできるといいなとは思ってるんですよね。なかなか難しいんですけど。はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。今日は断熱の話をしようと思ってます。まあ断熱で数値に詳しい方だったらもうね、十分知っているようなことなんですが、改めてこの性能あたりの断熱性能の家づくりをした方がいいですよっていうような話です。家が寒くて後悔しない断熱性能を分かりやすく解説です。これから住宅を買う方にぜひ見てほしい動画になってます。後悔しない断熱性能メニューですね。まあ断熱の基本をちょっと分かっていただきたい。まあ断熱性能ってすごいマニアックな方は本当に詳しくて、解説する意味もことも必要ないぐらいな方も接種の方でいるんですけれども、まあ逆に言うとその興味のない方が見てほしいなとは思ってるんですよね。これぐらいの性能がある家を選ぶっていうところを少し考えていただければなと思うんです。暖かい家ですっていう営業トークがあるんです。うちは大丈夫です、暖かいですからみたいな営業マンもいるかもしれない。でもそれだけでは安易に信用しないでほしいっていうところです。断熱省エネの基準と問題点、ズバリこの性能で立ててもらえたらなとは思ってます。最後結論と対策になっていきます。まあ断熱の基本ですね。まあなぜ断熱が必要か、まあ大体お分かりだとは思うんですけど、室温を安定化させてエネルギーをできるだけ使わないで快適な温度にするっていう形ですよね。まあ室温25度基準で冬だったら21度2度3度で、夏場だったら26度7度8度ぐらいで暮らす、温度差が少ない方ができるだけ快適になっていくっていうところですね。でここで大事なのは断熱性能とヒートショック問題。この12月、これから12月になるんですけど、こういう時期は本当に救急車の出動台数増えますよね。まあ、これはリビング、暖房してるリビングからトイレやお風呂に行った時に起こる、まあ、ヒートショックですね。トイレはもう断熱性能低いと外気温に近い温度のトイレになったりして、そこに行ってちょっと倒れてしまうみたいな状態をなくすためにできるだけ部屋間、お風呂もそうですしトイレもそうですし、温度差がない方がヒートショックを起こしづらいですよね。まあそのための断熱ですというところですね。家族の健康維持にも大事ですよというところです。家の断熱は UH で表しますね。ワットパー平米ケルビンっていうこれだけで眠くなっちゃうかもしれない。要は家の平米あたり、家の外比と言われるものの平米あたりの、まあ、熱がどれだけ逃げるかっていうのを出す数値なんですね。これによってエネルギー計算ができるようになるっていうところで UH っていうのを出します。 UH っていうのが出てくると、まあこれだけで眠くなっちゃう方もいるかもしれないですよね。外比平均熱管理率っていうんですけど、この名前が難しいですよね。まあ、これを UH っていう、非常に分かりやすい。単純に言うと一軒家だったら床、壁、天井、あと窓、玄関ドアと全て外と面した部分の熱の逃げる率って、窓が一番逃げやすいんですよね。でじゃあ天井がこれぐらい逃げますっていうのを平均した数値ですっていうところです。平均なので良い部位と悪い部位が混ざって平均値にします。でこの差がない方が良いと私は思ってます。だから何だろう、数値を上げたいがためにただただ外壁をなんかすごい厚くしてみる、でその代わりもう予算ないから床を薄くするって言ったら意味がないですよね。床から熱は逃げてしまう。でも平均すると同じですよっていうような意味合いです。数値が小さいほど逃げにくいっていうことです。熱が逃げにくいっていうのだけ覚えてください。 UH っていうのは数値が低いほど性能が高い、まあ、熱が逃げにくいっていうところです。数値ばかりでは危険です。いろんな数値ありますよね。
今これから2025年に断熱基準、家を建てたらこれ以上の断熱性能にしなさいっていう義務化が始まります。それが UH でいうと 0.876 地域ですとですね、以下にしていきましょうっていうのが断熱の性能になっていきます。暖かい家で常に騙されないでほしい。これ結構多くてですね、暖かい家ですって言われたんですけど寒いんですけどみたいな話も聞くんです。営業マンから暖かい家です、大丈夫ですから、その大丈夫が一番危険ですね。新しい家だから暖かいから大丈夫だろうとか、大手ハウスメーカーだから暖かいんでしょうっていうのはすごい危険ですから注意してほしいんです。まあ危険要素で言うと、一番が、これが一番私は危険要素かなと思うんです。絶地住宅、うちは絶地住宅ですから暖かいですっていうのはちょっと根拠がないんですよね。なので絶地住宅だから暖かいではなくて、絶地住宅はまあ日本のエネルギー計算でまあネットゼロを目指す、だから太陽光が乗っているから絶地住宅になるだけで、断熱性能も基準はあるんですけどとても低いっていうところです。なので絶地住宅だからめっちゃ暖かいって思うのは失敗する可能性が高いですね。危険要素に一時エネルギー消費等級っていうのがあるんですけど、最高等級は6なんですよね。で、6ですとか最高等級です。でもこの一時エネルギー消費等級というのは断熱も含まれているんですけど、エネルギーをどれだけある一定の基準から削減したかっていう等級なだけなんですよね。だから基準的な設計の基準から 20% エネルギー削減した、まあ、太陽光含まずですね、削減したのがエネルギー消費等級6っていうところなので、そこに断熱性能がめちゃくちゃいいっていう要素はないんですよ。 20% 削減できるような措置、まあ断熱性能を上げないと削減できないんですけども、まあそうやって歌って全部最高等級ですみたいなので言ってる方がいるとは思うんですよね。危険要素3としては不可断熱だから、なんか壁だけの仕様が書いてあって、ここがこんなにすごいんですっていうホームページをちょっと見て、いやだったらもっといい性能になるのにっていうんですけど、まあそういうメーカー、ハウスメーカーとかのサイト見ても数値が出てこないですよね。UH が 0. いくつなのかみたいな、およそこれぐらいです。でその代わりにうちは一時エネルギー消費等級6ですよみたいなのが多いな、最近多いなとは思うんです。でその中で一番怖いのが絶地住宅です、だからあったかいんです、これ間違いですっていうところですね。4番、まあ、長期有料住宅だから、まあ、長期有料住宅は断熱等級4以上っていう基準があるから暖かいですって言うけど、絶地住宅より寒いですよね。長期有料住宅だからっていうだけの基準、最低基準で持ってくると、こんな感じでホームページもなんだか分かりづらく書かれてますよね。どこも本当に暖かいのかしらっていうのが分からないっていうところはあるんじゃないかなと思うんです。まあこういうアバウトにアピールしてるところがちょっと最近ちょっと危険だなとは思ってるんですよね。なのでまあどういうふうに対策取っていくかっていうのが大事かなと思います。断熱省エネ基準と問題点というところですね。絶地基準、絶地住宅の基準であることっていうのは非常に大事ですよ。これからまあ脱炭素に向けて少なくても絶地基準を持っていくっていうのは大事なんです。でも断熱基準としては少し低いんです。先ほども言いましたが、局所暖房、まあこれが日本の問題点なんですけど、局所暖房冷房でエネルギー計算をできるっていうところです。で室温の最低室温をまああまり目指さない、要は LD だけに暖房をつけてエネルギー計算すればそれはエネルギー少なくて済みますよね。まあこれからの家はできるだけヒートショックとかも抑えるためにできるだけ全ての部屋を温める、もしくは温度差を少なくするっていうところが断熱性能に重要な部分になってきます。断熱性能の等級っていうのは1から7まであって、567が去年制定されたっていうところですね。去年です。まだまだ新しい基準っていうところもあります。さらに2025年に断熱の義務化が始まりますね。断熱が義務化されるんです。家建てたら2025年
以降はこの以上の断熱性能にしないといけないっていうのは、まあこれ基準っていうのは基本的に最低基準ですよね。なのでこれが UH0.87 っていう数値なんですね。これは断熱等級だと4って言われる。で新しくできた567は5が絶地の必要な絶地基準が UH0.6 っていうと、これ数値がちっちゃくなればなるほど性能が良くなっていきますよって。断熱等級5と言われるのが絶地基準の断熱性能ですっていうところです。これ多分もう数年するとこれが義務基準になります。なので最低基準が絶地基準っていう形になるっていうところですね。欧米の基準はだいたい 今だと 0.4 あたり、もっとどんどん下がっていってますよね。 0.36 とかぐらいまで。なのでそれから比べると 0.6 とか、今日本の 0.87 っていうのはまだまだ寒い家です。我慢してできるだけエネルギー使わないで絶地にしましょうみたいな暮らし方っていうところです。問題点は局所暖房で一時エネルギー計算を算出するっていうのが今の日本の最大の問題じゃないかな。最低室温を決めるとか、イギリスとかだったら18度以下にしちゃダメだよみたいなのがあるみたいですよね。で日本では18度以下に簡単に落ちますよね。今のこの絶地基準の住宅では落ちてしまう。相当エアコンをブンブン回さないとそれを保てないんじゃないかなと思うんですね。トイレも脱衣室も温度差をなくすと絶地基準では大きなエネルギーを使いますよと、そもそもできないんじゃないかなと思うんですよね。相当いろんなところにエアコンつけないとクリアできないし、そもそもじゃあ絶地ってどういう基準なのになっちゃいますよね。膨大にエネルギーを冷暖房で使っちゃうとっていうと、ここは多分日本の一番の問題点っていうところです。で基準はどんどん上がっていきます。年々上がっていくと思いますというところは抑えてほしい。だから20年後にはずいぶん寒い家だねっていうふうに言われちゃうっていうのが、この絶地基準あたりだとちょっと厳しいですよっていうところですね。ズバリこの性能でいきましょうっていうところです。快適性など考えるとですね、ヒート20っていう、まあ、新しい用語なんですけど、これを覚えてこのホームページ見てほしいんです。民間の基準なんですけれども、断熱等級56をの元になった基準があるんですね。ヒート20っていう団体ですの G3 っていうグレードがあるんです。でこれは、断熱って、まあ、1から8地域に分かれて、8が沖縄で、7が熊本とか、まあ、神奈川だったら湘南地域とか暖かい地域、1地域は北海道の寒いところとかっていうところで言うと、横浜で言うと6地域なんですね。でもいろんな標高だったり気候だったりで、同じ6地域でも寒い6地域もあれば暖かい6地域もあるよっていうところで、地域補正っていうのをかけるといい。まあそれで G3 に持っていけるのが多分一番いいんじゃないかなと思います。横浜だと UH が 0.33 とかそれぐらいの性能を持たせればいいのかなっていうところですかね。これが必要と思います。でも断熱性能だけでは快適な住宅にはなかなかならないって言うんですね。まあまずは大事なのが家の隙間を少なくする C1 と言われるもの、これできれば 0.5 以下、もうこれどういう、まあ、ものなのかも分からなくてもいいです。 0.5 以下って言ってくれてる営業マン言ってください。 C1 なんかいらないんですっていう営業マンはすぐにそこの家は建てない方がいいですっていうところですね。だから絶地基準だから暖かいですよって営業マンは危険です。じゃあ数値はいくつですかと、 UH はいくつなんですかって聞くといいんじゃないかなと思います。樹脂など、まあ、熱気の少ない窓にしてトリプルガラス、ガラスが3枚にするのがいいんじゃないかなと思います。太陽の熱、太陽のエネルギーってすごく、まあ、発電もしてくれますし、窓から日が入れば暖房してくれますよね。夏はそれが 逆になるので遮蔽をするっていうのが大事になりますよね。それのコントロールをする設計が大事ですよということです。高性能な家になればなるほどこういう、まあ、パッシブデザインと言われるんですけどが大事になってきますよというと、熱狂など少なくする構造です。熱狂が多いってどういうことだろうっていうと、熱が伝わりやすい素材、
構造材が熱が伝わりやすいと熱狂が多くなりがちですよね。なのでここはまあ言えば鉄骨の住宅は熱狂が多いっていうところですね。で鉄筋コンクリートの RC の住宅も、まあ、熱狂は多いんですけど、じゃあしっかり外で断熱すれば逆に快適な家になると、まあ、これは今度マニアックな話になってくるので、私の動画いっぱい出てますからぜひ見てほしいです。結論と対策です。営業トークに騙されないでほしいなって思います。ただ暖かいです、絶地住宅だから大丈夫ですみたいなのはちょっと違いますよと。絶地基準は数年後ですね、多分最低基準になります。2030年になるんじゃないかなと思って、数値だけでもだけにとらわれちゃう方も逆にいます。断熱等級7じゃないと嫌だってでそれ以外のものをおろそかにしないでも欲しいなと思います。省エネで快適な住まいを作るには断熱性能だけではないっていうのも分かってほしいですね。まあなかなかイメージ伝わったかな、伝わりづらかったかもしれないんですけど、一応こんな感じで終わっていきます。はい、断熱性能ですね。もう随分断熱性能上がったので、どこの会社も断熱性能が上がったって思うかもしれないです。ただ断熱性能が上がれば上がるほど設計が難しくなるし、失敗すれば大変なことにもなるっていうところも十分注意して家作りを進めていただければなと思います。それではまたよろしくお願いします。